二の鳥居から望んだ直子殿舞危機神社は、鹿児島県伊布市海門十町にある神社。式内社、薩摩国一宮。旧社格は、国平商社で、現在は神社本庁の別表神社。明治時代以後は、近隣の神社を合祀している。祭神については、渡彦神や国のとこたちの村、大宮姫など様々な説がある。 創建の年代は社殿によれば、遠く、神よとされているが、神社の縁起には、和道元年の創建と記されている。もともとは海門だけを神体とする、山岳信仰に根ざした神社であったと考えられ、当初は海門だけの南陸に鎮座していたと言われているが、上元年間の噴火により、イブスキ神社のところに一時避難、その後北陸の現在の場所に遷座されたという。 信頼できる資料での書室は、日本三大実録上岸2年3月20日候補条の新海少女記事で、この日に、薩摩国十五以上開門神が十四人下を加えられた。開門神は、上岸8年4月7日に十四人以上を授けられ、元行6年10月9日に正四人下を授けられた。延長5年の縁起式神明帳には、薩摩国営。 愛群舞岐神社として記載され、式内社に列している。大正14年8月の舞岐祭神調書によれば、当神社は、言葉天皇の文字の頃から、御用税天皇の慶長を4年までは、和田飛神社と称せられていたと伝えているので、当時の祭神は和田飛神であったと思われ、神明朝当中も和田美神としている。一宮木にも和田飛神社。 バイキキ神と孔子との記述があるが、祭神は、エンドロー王を、タヒコ人としている。三国名勝図へと、神社選集は、共に、サルタヒコ人としており、明治維新の、灰字片ひげを渡るでは、国のとこたちの孫、大昼めたか、サルタヒコ大臣の三座を祭神としている。この他にも、豊玉姫、この花咲屋姫、大宮姫など当神社の祭神については、 古来より小説がある。鎌倉時代以降は、新田神社と薩摩国一の宮の地位をめぐって、激しい争いを繰り広げるようになる。戦国時代は、島津市の有力家臣であった、英氏の肥後家にあったが、元気2年に、赤恩地崩れと言われるお家騒動が起こり、その巻き添えとなって、社殿を失った。しかし、すぐに、島津市の肥後を受けて、再興。 同志は当神社のくじにより、作戦を決めたという。現在の社殿は、慶長15年に島津義弘が寄進したものを天米7年に島津重秀が改築したものである。概要に面した立地から古くから、航海神としても崇められ、江戸時代以降は、琉球からの施設の数計も集めるようになった。しかし、江戸時代になると、 宇佐八幡宮の五社別宮ともされていた新田神社の方が次第に重く扱われるようになったらしく、明治4年5月に国兵商社に列したが、対して新田神社は同18年に上位の国兵中社に列している。第二次世界大戦後に近代社格制度が廃止されると、当社は神社本庁に参加、その別表神社に定められた。当神社の本殿の裏に、 木製の柵で囲まれた一角がある。この柵の中は地面にさま様々な大きさの石が敷き詰められているが、ここは新書と呼ばれている場所で、言い伝えでは豊玉姫の御霊であるとも言われている。当神社の近くには豊玉姫と彦頬でみそんが出会ったとされ、日本最古の井戸とも言われる玉の井があり、古事記上巻や日本書期巻、第二神代下。 第十弾の本文、第十弾の一書、一書、一書などに記されている井戸であるとされる。また、彦コでホ,ホデミソンと豊玉姫の結婚後の新居があったとされる、向入り屋というところもある。参道から本殿の方を向くと、本殿の屋根の上に海門だけが位置する構造になっているが、現在は背後の樹木が繁茂して見通すことはできなくなっている。ありがとうございます。